ちは、こんばんは、ゲーム動画のコウです。サッカー育成シミュレーションカルチョビットアを始めていこうと思います。今回は練習試合ですね、開幕まであと4週となりました。開幕はメンソーレ那覇か、それはともかくさっさと試合をやりましょう。函館ペンタゴンかな。といえば、N1 の中でも下位のチームですね、こちら。エリカだそう、エリカ緑。ナイス、サチコ、サツケ、ミオナコそう。ワントップです。相手は。ん？早くも。まあ練習試合ですかね。軽い気持ちで見えますね。内容と課題が欲しい。チャンス！あーっと、バーに引っかかった。惜しいなぁ。お、うまい。エリカ。エリカ。さあ、緑たちが、やおいがねさあ、チャンス後にはピンチあり。ちょっと、青クライス、ナイス。ちょっと不自然なパスでありましたが、個人技で乗り切ってますね、ここは。お、これはちょっと怖い。出ましたね。相手ボールのスローインになります。入る。出ました。ゴールキックです。もう、練習試合も半分を過ぎてます。見よう。おお、危ない。課題が増えていきます。あんまりチャンスを得られてない。インターセプトされることが多いと思います。ここもそう。インターセプトしてほしい。ボールを得ることが結構重要かもな。こんな当たりが弱いですね。そこを中心にチャンス作らないと意味がないですからね。当たりの強さを売りにしてほしいな。なんで簡単にボールを渡しちゃうんだろう。育成の仕方を当たり強化に見直さないといけないです。ファールですね。さあピンチです。おっと、ふわっと。コーナー。まだ試合は続いております。攻められ続けじゃないですか。試合終了です。ちょっと不安な。本戦に向けて不安なスタートになりました。ここでバーに当たってしまったことが運の尽きなのか。いや、それかもう一方的に攻められてますからね。チャンスがほとんどありませんでした。これですよ、函館ペンタゴンの構成ばっかり。とにかくインターセプトされちゃうんですよね。ふわっと。
とにかくうまいっていう、だから夏希はさすがです。キーパー変えてもいなかったのはほぼそうし、全部の面で下回ってますからね。これは夏大反省会ですね。特にディフェンダーがボールを奪うことを考えないといけない。ここでインターセプトですよ。絶対インターセプト大事。試合開始。取られました。なかなか硬い。突破力ですよね。ドリブルの出てない。動かす、ちょっと動かすと出るか。サッカーとしてすごく動きが自然にできておりますね。先取点。ウィニングファミコン版のウィニングポストもですね、近くやり始めてもいいのかなって思ってきてます。ゲームが積み重なっちゃってますけどね。今すごく原神が楽しい。おっと、いけません。イエローカード、左右です。やばい、危ない。どんだけ味方がいるんだ、敵がいるんだ。敵の選手がゴール前に。ライン上げた方がいいかもね。ラインを上げた方がチャンス出るかも。ライン下げすぎなんだよな、多分。ライン下げすぎだから敵がたくさんいるんかもしれない。なんで出しちゃうんだろう。ボールキープにここをかけてほしいが、ニュートン翻弄されてます。これは裏だった。
理せずボールをキープし続けてほしい。ノーイスルです。クライスがうまいインターセプト。逆サイド通るか、通ったが相川にカットされてしまう。もう試合がない、時間がない、終了です。1対0で勝利ですね。12分、前半12分、早々にユイナがキーパーの股を押しまして、シューター股を完全にくぐってますね。ここはすごく危なかった。なんか伝ってるんですよね、守備が。ラインを上げないとダメです。これはボールの支配率も完全に相手に取られちゃってますよね。選手限定でやってるんで、このニキータっていうの女子選手じゃない。どっちなんでしょうね、男とも考えられる。本当、まあ、切り崩さないとダメですね、相手のチームからですね。リーグ戦もジャパンカップも2位準優勝でした。なので今回は、今年は2年ぶりの優勝を狙いたいと思います。ジャパンカップも両方優勝できればな。まあでもまだ能力が足りない。しっかりその辺は能力を上げて勝っていきたいと思います。よろしくお願いし出してください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビット青、お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でイコでした。